ユミ、ニシキ。紹介の大幹部を錦、ユミを連れて逃げろ。何言ってんだ、おめえこそユミ連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦、ユミを頼む。キリュウは行け。何があった？私が来たらみんなもう。何しにここに？お母さん探して、私いろんなとこで聞いて。お前名前は？とにかくここを出るぞ。親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったんだ。あとはきっちり片付けておきますから。
ほどの祝杯に薬を入れました。桐生さん、堂島組の皆さんは我々と対等のつもりなのですか？何？偽造パスポートに2000万？我々に敬意を払っていないからそんなことが言えるのです。だから我々は敬意を勝ち取るように努力します。桐生さんにご協力いただいてね。あなたの死に方がむごいほど何よりのメッセージになるのです。では。遅くなったな、カズマ。おやさ、足が…何？お前のためなら、足の一本や二本。すません。長いは無用だ。すぐに安全な場所に連れてってやるからな。お客様、お一人様でしょうか？ラウカーロンに伝えろ。桐生カズマが会いに来たと。いえ、あいにく当店にそのようなものはおりませんが。お客様。えいるんじゃねえか。おう、組長さんよ。またしのぎ広げることになったからよ。金使わせてもらうぜ。おい、こら、聞いてんのか。こっちがせっかく動いてやるって言ってんだぞ。てめえ、いい加減にしとけよ。返事もできねえのか。は？あのな、おめえはどこまで下手なんだよ。ったく、まだ連れのキリヌが根性あったぜ。まあ、奴がやっちまったことはまずいっちゃまずいとしても、キリヌは…誰がヘタレだって？誰が桐生よりも根性がないんだって？メイドの土産に教えてやる。堂島組長をやったのはこの俺だ。
スも同じじゃねえか。そうだ、そうだよ、とっくに道は決まっていたんだ。堂島を殺し桐生を見捨てたあの時から。やってやるよ、俺は必ずてっぺんに立ってやる。そのためなら何人だろうがぶっ殺してやる。待て。あ、兄貴。桐生さん、邪魔しないでください。黙れ。近づかんでください。これ以上あんたに組み荒らされたくないんだ。お前真嗣に銃向けて恥ずかしくないのか。お前らの兄貴分だろ。悪いのは田中のおじきです。親に背向けて組裏切って。錦は登場会を裏切ってる。本当の裏切り者はどっちだ。うるせえ。俺たちには親が絶対なんだ。親殺しが口挟むんじゃねえ。打ちたきゃ打てよ。シンジは打てて、俺は打てねえのか。何ちんたらやってんだバカ野郎。レナ、さっさと弾いて終わらせろや。兄貴、すいません。最後まで。シンジ、風間のおやっさんはアケビって女に預けました。俺の女です。わかった。アケミだな。兄貴、これを。シンジ、お前、シンジ、シンジ。これまでだ、島野。わかってる。カズマ、金を盗んだのは弓と俺とセラなんだ。100億は神宮の金だ。やつは登場会を使って闇の金を払ってた。マネーロンダリング。そうだ、俺はやつを失脚させるためにその100億を、そして弓はその計画に志願したんだ。
ユミか。アレスに急げ。カズマ、ユミが危ねえ。アレス、アレスにユミか。そうだ。それからこれは三代目の遺言状だ。終わったな。ええ、ありがとうございます。本当にこれでよかったのか。神宮と手を切るには奴が裏で溜め込んだ100億を取り上げて失脚させるしかありませんから。そうか。でもこのままじゃお前も危なくなるぞ。いっそしばらく身を隠した方がいい。おい、確かに島根や錦山あたりは跡目狙って動き出すでしょう。だが俺は東条会の三代目、逃げも隠れもするつもりはありません。お前、もしもの時のために遺言を預かっちゃもらえませんか。東条会の未来がそこにある。はい。カズマ、俺はお前に謝らなきゃならないことがある。許してくれカズマ。お前の親を殺したのは俺なんだ。ひまわりは俺が親を殺した。子供のための施設。いいんだ、おやつ。俺にとっちゃおやつさんが本当の親父でした。ユミ、これは。ごめんね。私、あなたのことずっと忘れられなかったの。記憶を取り戻した後も、こうしてあなたのことを。私、弱い女だった。記憶を失ってからも、本当はあなたのことだけは、うっすらと覚えていたの。名前は思い出せない。でも、あなたの笑顔や仕草が浮かんでいた。でも誰だかわからない。すべてを思い出せない。そんなあなたのことを待ち続けることができなかった。だから神宮のことを。でもね、遥は何もかも失った私にとってたった一つの宝物だった。だから遥とお別れに行った時、思わずこのペンダントをあげてしまったの。私の一番大切なものを持っていてほしかったから。遥、私のせいで怖い思いさせてごめんね。カズマ、私まだやらなきゃいけないことがあるの。
金はあってはならない。だからもう消そうと思うの。ユミ、ユミ！お母さん！ユミ、ユミ、しっかりしろ。大丈夫か？お母さん！やっと見つけた。私の金だ。どうした？何もできまい。お前らはこれで終わりだ。錦。こんな奴に好きにさせて たまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろ。やめろ、やめるんだ、錦！錦！ユミ、ユミ、しっかりしろ。お母さん。ごめんね、ハルカ。やっとお母さんって言ってもらえたのに。ユミ、10年前、いや、それよりずっと前から言えなくてすまなかった。好きだった、お前のことが。あなたが持っていてくれたの。シンジが、シンジのやつが死ぬ前に錦から奪い返したんだ。よかった、また帰ってきた。あなたが私にくれたたった一つのプレゼントだもんね。 ありがとうね。全てから逃げてたのかもしれない。あなたからも、錦山君からも。でもね、私後悔はないの。あなたを忘れないためにまた記憶がなくなってしまっても思い出せるようにって、この入れ墨を入れたの。月下美人、一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。
母さん。はるか、いい？はるかはどんなことがあっても逃げちゃダメ。逃げたら私みたいに幸せ逃がしちゃうから。いい？